不思議なものね、人生なんて。ちょっと当たる。高かったのに。小林製薬 P&G とご覧のスポンサーがお送りします。銀座、一度谷中へ来てみたかったよ。本当に人情が熱いのかね。おうおうおう、寿司食いね、江戸っ子だってね。いや、私は家政婦だよ。私はいろんなお宅を見てきましたから、大抵のことじゃ驚きません。あ、すみません。何にもないうちなんてつまんないよ。どなたですか？あ、かみさんだよ。5年前にぽっくり行きやがった。で、男で一つで息子さんを。ああ、今まではなんとかやってたんだが、幸次郎のやつが受験でね。幸次郎さんっておっしゃるんですか、息子さん。ああ、出来が悪いもんだから二浪までしまいやがった。あ、あんたの仕事はね、あいつの面倒を見てやってほしいんだよ。面倒見るってどういうことするんですか？いやいやいや、大したことじゃねえんだ。栄養満点の晩飯と夜食を届けてやってほしいんだ、アパートに。アパート？おう、近所に夕焼け荘ってとこ借りてやってんだけどよ。ほら、うちはこの通り狭いだろ。それに客商売のもんだから、夜の勉強なんぞうるさくてできやしねえんだよ。そういうことですか。そういうことになりますと。なんで、なんか問題でもあるのか？いや、会の規約で5時以降は時給に割増となっております。それでよろしければ。今年こそ大学に入ってもらわなきゃならねえんだ。おう、払うじゃねえか。2割増しでも5割増しでも。
なんや、ね、いいだろ、今夜。いやー、ね、だー、もう最初はそれも預かりなんだから。ねえ、私はスクベなのだからね。はい、いいでしょ。だから今夜どうなのよ。何でも買ってあげるからね。いいかじゃ。金は何個でもあると思う。お待たせしました。遅いな。あそこ一本作るのに何もたもたしてるんだ。すいません。すいませんじゃねえんだよ。はぁ、あ、入るんじゃなかったな、こんな店。貸し替えようか。何まだゾロ食べてない。何すか。ごめんごめん。おやじ、トロ頼むよ。大トロ、超大トロ。いいとこ頼むぜ、お前。かかるんじゃねえ、この野郎。プロのいいとこ来るだろ。冗談じゃねえ。はばかりながらな、うちのネタはいいところばっかりなんだよ。黙って聞いてりゃくだらねえことばっかりに出しやがって。おい、金なんぞ言えないから、トトロ出てってくれ。金はいくらでもある。金の問題じゃない。親父、それが客に向かって言う言葉だ。あう、そうよ、失礼よ。ねえ。うぜえ。言うて言ってる気で。ちゃん。はい、それは。しようしよう。はい。相変わらず、歓喜だな、母ちゃん。え、せっかくお前情報を逃がしちまったじゃないかよ。こしとらえどっこだ。気に入らない客に食わせる寿司はねえってんだ。生きがちゃってでも素敵。幸次郎の飯できたかい。はい、ご覧の通り栄養満点、消化が良くてビタミンたっぷりです。なかなかうまそうじゃないか。私お届けしてまいります。あ、ちょっと待ってくれ。こいつ持ってってくれないか。何ですかこれ。何これ。マグロの目玉の煮付け。なんつうんだっけな、なんか頭の良くなるものが減ってるんだそうだ。ああ、 DHA ドコサヘキサエン酸。本当大学でかい。とんでもない中学でです。10万円用意するって言ったじゃない。しょうがねえだろ、今それしかねえんだから。しょうがねえってどういうこと。そのうちなんとかするよ。何、そのうち。信じらんない。私のこと大事じゃないんだ。そんなことないって。じゃあどうすんの。バイトする。バカ、私の言いたいこと全然分かってない。失礼します。何よ、あんた。今日から参りました家政婦です。お食事お持ちしました。若い娘が受験生の部屋に入ったら勉強の邪魔になることぐらい分かりそうなものなのに。お金用意しといてよ。参考書を買うためじゃなかったのね。キースさん貢いでるの、あの子に。あんたに関係ねえだろ。今の子にして足がちょっと短くない。洋服だって趣味がいまいちね。お前さん、自分の姿鏡で見てみろよ。あんた女を見る目がないじゃないの。うるせえな。何やってんだよ、こんなのいらねえよ。ひどい、食べ物粗末にしちゃダメよ。なんてことするの。あんな奴は大学出たって何の役にも立ちゃしないよ。あなたが家政婦さんですか。はい、石崎明子です。あなた様は。山口健太郎、この家の長男です。まあ、お兄様がいらしたんですの。すぐお食事の支度いたします。ああ、僕のことは気にしなくていいですよ。それより弟の方よろしくお願いします。承知しておりますわ。おい、ケンタロウ。あ、お父さん。おい、ヘルドも来たな。ありがとう。で、
最近仕事の方はどうなんだよ。順調だよ。また新しい契約が入った。そうかそうか、そいつはよかったな。こいつはね、こう見えても若いくつとして一国以上のあるじゃないんだ。社長様ですか。去年独立してコンピューターのソフトなんてやらを作る会社作ったんだろ。お偉いんですね。作る会社作ったんだろ。お偉いんですね。それほどでもないですよ。父さんも一杯どう。おい、飲みてえのは山々だけどよ、また血圧上がっちまうだろ。ああ、そっか。おかしいでしょ。僕が帰ってくると必ず顔を見に来るんですよ。ご自慢なんですね、健太郎さんが。社長さんなの。すごいわね。それに比べて弟の方と来たら月とすっぽん、釣り金と提灯。よく知ってんのね、そんなことは。親の目盗んでレジの金盗むんだから。勉強部屋に女連れ込んじゃったりしてんでしょ。何やってるか分かんないよ本当に。あきこさん、親方のことどう思った。親方って魚鉄の主人。そう。あんた一日働いてみてさ、どう感じた。会長さん知ってんじゃないの。ああ、私はあの人のお父さんにいろいろ世話になってる。でしょ。だから何もあきこさんに聞くことないじゃないですか。そりゃそうだけど、いい男だろ。まあね、愛の江戸っ子っていうの、よくあるタイプよ。切符はいいし、男っぷりもまあまあだし。じゃあ気に入ったんだ。あ、よかった。何ですか会長さん、一人で納得しちゃって。別に、これで忙しいんだろ。早く帰りなさい。はいはい、帰りますよ。なんか変だよね。はいはい、そうじゃないの。早く帰りますよって。ほんとだ、会長さんの様子よ。おはようございます。仕込みですか。おう、あんたも一緒にどうだよ。え、一番に連れてってくれるんですか。これを煮付けにしたら美味しいでしょうね。ダメダメ、ほら目ん玉死んでる。え、ハズならメバルにしていきな。だって高いですよこれ。いくつ。2つ。おい、やば。おい、あの今日総菜で使うんだよ、これ安くしてくれ。はいよ。あんさ、煮臭いじゃないな。煮臭いって何よ。嫁さんもらったからバタって言ってよ。長い付き合いなんだからさ。何かしらしたんだ、あの旦那は。そんなこと見えんのかしら。はい、おいしい。いただきます。おいしい、とろけそう。女房もね、いつも仕込みの時につまみ食いをしに来たもんだ。再婚なさる気はないんですか。そんなこと考えてはみなかったな。うちうったの。え、お、へい、うちうったの。男の子を一人前にするって大変ね。俺はね、親父八尾菓子に寿司屋継がされたんだよ。あんたと同じ中学を出たっきりでね。それで息子さんたちはいい大学に入ってもらいたいと考えてるのね。健太郎がいい見本で。でもお寿司屋さんを継ぐ人がいなくなるじゃありませんか。本当は継いでもらいたいんでしょ。なに、こんなちっぽけな店健太郎が嫁を取っ払っちまうさ。健太郎さんに結婚したら。おお、郊外に打ち立ててやってよ。俺はそこで楽園居だ。
孫の森でもして妖精ってやつを楽しませてもらうさ。無理してるこの人。健太郎さんの部屋、一人で二部屋、すごいね。ああ、すいません。あ、すいません。大事なデータなんで勝手に動かされちゃ困りますよ。私会ってません。今日お休みですか、会社。いや、これでも勤務中ですよ。このコンピューター、会社のホストと繋がってましてね、在宅でもログインできるんですよ。ログイン、はあ、2台もあるのね。お部屋も広いし。僕が独立した時親父が改装してくれたんです。でももったいないですね。そのうちお寿司屋辞めて新しい家建てるんでしょ。新しい家？旦那さんが言ってましたよ。健太郎さんが結婚したら一緒に住むんだって。僕なんか当てにするよりも老後を共にする女性を見つけた方が利口だと思いません？ええ、そうそうですね。え？そんなバカな！ちょっと待って。ここはもういいですから。あ、弟の部屋、夕焼け荘。あっちお願いします。どういうことかって？ハッキングされたことに決まってるだろ。それくらい分かんないのかバカ野郎。二重人格じゃないの。驚いた。私別にこういう本に興味あるわけじゃないんですけど、すいません、これと同じ本ください。あら、思った。3150円です。すいません。掃除してたら本破いちゃったから。楽しかった。お前ごめんなさい。だから新しいの買ってきたわよ。
気なことすんなよ。ゆかりさんにも会ってきたわ。ゆかりに？本屋さんの娘さんなのね。だからなんだって。10万円何に使うのか分かりました。なんだ。妊娠してんのね、ゆかりさん。食事は年中作ってるけど、作ってもらうことないもん。嬉しいわ。うん、おいしい。いい味出してる。なんで出しとってんのこれ。カツオ。ちゃんとやってんだ。おふくろ死んだからさ、俺ずっと料理作ってきたんだ。俺料理作るの嫌いじゃないから。それで勉強する暇がなかったんでしょう。はい。兄貴と比べて俺はもともと出来がいいんだ。そうかな。そうかな。ゆかりさんは病院へ行ったんですか。もうすぐ4ヶ月。それで急いでたんだ。ね、それが分かってんだったらさ、俺に10万円貸してくんない。中絶の費用出すの私は、うん、冗談じゃないわよ。親父にバレる前に手術しまないと半殺しになるかもしれない。いや、ごめんね、頼むよ、お願い。いやいや、そんなこと。おばあさん、金貸してくれよ。急に言われたってそんなことできないわよ。まあいいじゃん、お願い。10万なんて無理だよ。それに子供を下ろす手伝いするなんてとんでもないよ。断ろう。こんにちは。あれ一杯やるにはまだちょっと早すぎ。ああ、コジロどこだ。てめえとこの悪さの息子か。コジロどこへ来てね。それでも甘い。どうも困るか。あれはな、言葉、お前うちの娘だ。うちの娘を話せやったんだ。どうしてくれるんだよ、おい。ゆかりはな、まだ18なんだぞ。え、どう責任取ってくれるんだ。ちょっと待ってくれよ。それ何かの間違いじゃねえのか。うちの工事の行かないとそんなバカなわけ。間違いだけじゃねえんだよ。なんだお前、様子がおかしいからってんだお前。かかが問い詰めたら、はっきりそう言ったんだ、ゆかりは。腹回したんだな。おう。ふざけろ。それどころじゃないわよ。ゆかりさんのお父さんがお店に来てるのよ。何それ。何もかも分かっちゃったわよ、親父さんに。親父どうする。おいよ、ってやつはどこまで。バカ野郎、俺はもう何が書いてるぞ、めっちゃやった。ほら、バカ野郎、バカ野郎、やめてください、やめてください。この出
時にとんでもねえ真似を。どうすりゃいいんだよ、おい。向こうは何つってんの？責任取れとよ。そんなこと言われたって。こいろ！てめえってやつは！同じ兄弟でどうしてこうも違うんだ？頭が痛えよ、まったく。そんなに悩むことないよ、父さん。簡単に解決する方法があるじゃないか。簡単にだと？まず、ゆかりちゃんには中絶費用を渡して、赤ん坊を始末してもらう。おい、しかしお前、赤ん坊を殺すってなよ。望まれもすでに生まれてきたら、それこそ不幸になるだけだって。そのことは、ゆかりちゃんも同意してたんだろ？どうなんだ！黙ったら返事しろ！しょうがないって言ってるよ。だったら話は簡単だよ。あとは沢木の兄さんに頼んで、慰謝料としてそうだな、200〜300万。おい！おめえ、金で片付ける気か。俺と文治はガキの頃からの友達だぞ。今の世の中、友情にも金が必要だと思うけどね。金かよ。駅前に大きな本屋ができて、あそこも相当苦しいみたいだし。なんだったら、僕が交渉するよ。おめえのか。大事な弟のためだからね。憎まり役を買って出るよ。おじろ、これからは心を入れ替えてしっかり勉強するんだぞ。こじろ！口止めして済むってもんじゃないよね。そうよ、慰謝料払ってそれでごあさんにしようなんて傲慢すぎますよ。話し方もうまいよ。メガネは決まってるしさ、大抵の人は乗せられちゃうよ。あれこそエリートの考え方。こういう時はね、女が一人いると収まんの。女が一人ってどういうことですか？男女帯にこの手のいざこざつきもんなの。だから、私は明子さんと親方が一緒になればいいと思ってるよ。私は旦那さんと？あんただってまんざらじゃないだろ。私にあの人の5歳になれってこと？あんたにその気があるなら、私口聞いてやるよ。会長さん、最初からそのつもりで私を谷中へやったの。私の死に水はあんたが取ってくれるもんと思ってた。泣いたの誰よ。一人になっちゃうんだよ、会長さん。あんたの幸せのためです、あきこさん。こんなチャンスまだとないんだよ。いい話だよね。そう思うだろ、あんたさん。だってさ、あきこさん、お寿司屋さんのおかみさんになったら毎日ただのお寿司食べれるんだよ。私も賛成。もうこの際ね、会長さんに話まとめてもらうべきですよ。単純だね、あんたたち。人事だと思って。何を今さら、いくつだと思ってんの。はるみちゃん、私、再婚の話が持ち上がるなんて夢にも思ってなかった。それも寿司屋のおかみだよ。やだ、私、家庭を持つなんて。不思議なものね、人生なんて。はるみちゃんを置いて一人でお嫁に行ってもいい？連れて行ってあげたいけど、寿司屋に猫って変でしょ。あら、やだ、私行く気になってる。アーメン。何？ごめんなさい、朝早く。大丈夫？体。幸次郎さんのこと好きになるの、なんとなく分かるような気がするわ。引っ張ってるけど、目は優しい人だもんね。なんでだろう。産めないって分かってても気遣っちゃうんだよね、お腹の子に。本当は産みたいんでしょ。
そうよね。でもそんなこと言ったらゴーちゃんに迷惑かかっちゃうもん。兄ちゃんみたいにいい大学に入って偉い人になってお父さんのこと喜ばせてやりたいってゴーちゃんいつもその夢私には邪魔できないから、それで中絶してもいいって言ったのね。受験と子供とじゃゴーちゃんパニックっちゃうから、ゴーちゃんの受験が終わったからでもいいかな。聞いてた？ゆかりさん泣くの我慢してたみたい。赤ちゃん産んでお父さんお母さんになりなさいよ。俺はまだ予備校生なんで。ねえ本当にあんた大学行きたいの？お父さんに言われたから仕方なく行ってんじゃない？そうじゃない？ねえちょっとそんな大学なら行かない方がいいわよ。あんたにはねもっとあった将来があるはずよ。それを見つけるのよ。親父が許してくれない。模擬試験だから。それじゃ。ゆかりさんを交えてもう一度ゆっくり話し合ったらどうですか？健太郎が蹴りつけてくれると言ったんだよ。それ以上にいい結論なんぞ出るわけねえんだ。だってこれは幸次郎さんとそしてゆかりさんの二人の問題でしょ。お兄さんに頼るのはよくありませんよ。あいつはね大学でなんだぜ。大学でだからってさ何も言いなりになる必要ないじゃありませんか。それは出てないもんのひがみってもんじゃないの。私中学でだけど立派に生きてますよ。学割りはもっと立派になれたかもしれねえ。ああちょっとちょっと邪魔しないでくれ。サブローが休んじまっててんてこまいなんだからさ。じゃあ幸次郎さんにお店手伝ってもらったらどうです？幸次郎に？幸次郎さんの料理いい味出してますよ。そういっそ大学なんかやめて跡取りとして仕込んだらどうですか？バカ言っちゃいけないじゃん。あら旦那さん本当はこの店なくなるの寂しいんでしょ？寂しいことなんかあるもんか。俺には夢があるって言っただろ。健太郎が夢もらったら俺は楽隠居してよ。楽隠居が夢？冗談じゃねえや。夜中のおいらうめえ寿司が食えなくなるじゃねえかよ。おおさんどうしてくれるんだよ。おい健太郎どうした？おい健太郎どうした？おい健太郎健太郎ケンタロウ、あれお前どっか出かけんのか？ああ急に海外へ行かなきゃならなくなった。出張かよ。まあね、しばらく帰らないかもしれない。ケンタロウ、だったらその前にちょいと文ちゃんとこ行ってきてくれないか？そんな暇ないんだよ。明日か父さんが自分で行ってきてくれ。それじゃ話が違うじゃねえか。もともとは親父の監督不行き届き、俺におっかぶせられたって困るんだ。なんだよお前、会社で何かあったのか？あったんだったら俺にな。話したって別れしないよ。なんだと？ビジネスの話だよ。寿司屋の親父に話したところでどうにもなりゃしないんだ。だろう。お前俺のことそんな風に。待て健太郎。おい健太郎、待てったらお前、おい、まだ話は終わってない。おい、ケンタロウ。山口ケンタロウさんだね。ええ。刑事さんだ。聞きたいことがあります。
任意で同行してください。待ってくれ。息子は何しちゃってんだよ。お父さんですか。息子さんは前に勤めていた会社からコンピューターのデータを盗み出して自分の会社で商品化していた疑いがあるんです。なんかの間違いじゃ。前の会社から告訴状が出てます。健太郎、お前は会社をでかくするためにやったんだよ。父さんだって俺の出世を望んでたんだろ。だからって俺人様を騙すようなまね。エリートになれ、トップになれ、やる以上は負けるんだって教えたのは誰なんだよ。今になってね、父さんに文句を言う資格なんかありゃしないんだ。健太郎、3日安静にしてたら退院できるって先生が。よかったですね、本当に。旦那さん、俺のせいだ。なしになりやがって。旦那さんのせいじゃありませんよ。一生懸命やってた旦那さんの気持ちが健太郎さんに分からなかっただけです。これで何もかも終わっちまったよ。子供のためによかれと思ってやったこともみんな裏目に出ちまうよ。冗談じゃねえわ。はばかりながらうちのネタはいいとこばっかりなんだよ。おう、これどっくらい。気に入らねえ客に食わせる寿司はねえんだよ。ああ、谷中のんまでよ。金なんざいらねえからとっとと出て行きやがれ。おうおうおう、中学では話が合うじゃねえかよ。いやね。父さん、大丈夫？小次郎、なんでおめ、今日は予備校で模試があったじゃねえのか。すいません、私が知らせました。余計なことしてくれやって。試験なんかより父さんの方がずっと大事だからね。バカ野郎、賛同させる余裕なんじゃねえぞ。もういいんだよ大学なんか。なんだぞ。俺寿司屋になりて。何寝ぼけたこと言ってえなんだよ。小さい頃から包丁握ってる父さんの背中見て育ってきたんだ。かっこいいなって、たくましいなって、いつもそう思ってたんだよ。でも父さんは学がりゃってそればっかり。高卒で寿司屋になるなんて俺と変わらねえじゃねえか。大学でだって道を誤る人はたくさんいますよ。そうでしょう旦那さん。でもうまい寿司を握って人を幸せにできる人はそうはいません。お客さんはみんな父さんニコニコしながらうまそうに食べてる。そうそうそう、親父ってすげえんだなってそう思ってた。バカ野郎、聞いたふうな口聞きやがって。バカ野郎、泣くなよ。いい大人がみっともねえな。ほら誰が泣くんだよ。バカだ、汗が目から出てきやがったよ。
めろって。さっさ見てんならやめろって。やけどね。でもあんた惜しいね。せっかくのお話断るなんて。断るも断らないも会長さんがその気になっただけじゃない。でも会長さんが話を持っていけばまとまったかもしれない。ね、会長さん口がかうまい。いいのよいいのよ、あっちには新しいお金が来たんだから若いね。ゆかりさんに譲るわよ。話が続いてくれるよ、私は十分よ。まああんただって一時は母親の気分で世話焼いてた。俺が恨みを出たり自分の居場所がなくなるなんて死ぬよね。ねえねえねえ、ただ当然ウニでもイクラでもトロでも何でもいいから食いねえ食いねえ食い放題だよ食い放題だよ。よし、ああ頑張って、次はね中トロなの。いいとこなんて言っちゃダメよ。このお店はいいとこばっかりなんだから。ねえねえ、私の穴もまだ？ああ、まあ、死んじゃ死んじゃねえか。何もたまたしてんだよ、お前。すいません。そんなでいじめになるでしょ、お前。父ちゃん、しっかり。大丈夫だよ。館長だって昔、お前さんに出されてたんだけど。おめでとうございます。ありがとうございます。いや、それがまだなんですよ。腹目立つ前に決めちゃわないとって思ってるんですけど。嫌でてねえでやり直せ。おい